アクション中に歩けなくなったんですよ。針打てば治るだろうと思って何十本も打ってもらったんですけど、はい、これ大丈夫っつって針全部抜いて一歩目歩けなかった時はおろって思いましたね。あれ、カオル殿、剣心の口癖でもあるこのセリフで告白。すると佐藤さんも、まあ、一回椅子に座って休憩で立ち上がろうとした時に太ももが上がんなかったことがあって、おろっと思いました。おろそれは